に椅子の椅子熱唱か女性も廊下に置き去りになって抜け殻になってしまうでも目を背けるのその心の扉を今の僕して訪ねてみたんだ本当の気持ちを知りたくて聞かせて君は感情的で時には冷静沈着で相棒は自慢な表面行きたいな行きたいなもう一度だけ呼吸合わせて合図を送るからこの僕の心を沸かせて沸かせてくれ守りたいものがどんどん増えてきてこの気持ちはなんだ本当の自分に気づかせて見させて君は臆病な少年時には自己中心的でそれでも明日の向こうへ行きたいと行きたいと強く願う君のその目にはもう迷いはないから熱く燃えるものが心に灯るから ずっと一人だったんだ声を荒いた少年もう何も寂しくはないさ今度は僕の番だからもう一度ああ諦めないで呼吸合わせて合図を送るから選ぶんだ君の未来を君は感情的で時には冷静ちっちゃって相棒は自慢